オデットどこにいんの？おはよう。あ、上か。はいはい。歌ってんだね。あ、あ、はいはい。バッカさんがあれか、資金のね、釣りのルールを見せつける。より多く、よりでかく、そしてよりレアなやつを釣り上げたやつが勝ちだ。おはようございましょう。おお、見分け感染。あ、普通にもらえるってこと？もらえるだけ超両指ですね。料理は高く売れんだよ。あ、金取んのか。しないわ、絶対100ゴールドでも元取れるわ。キャンセルしない。これ、間違えると食べちゃうからね。始まりの森に帰っていくんだ。多分チャーハン結構いい値で売れるんじゃねえかな。100以上で絶対売れるでしょ。ほら450HP。 あー、これぐらいだったら使えるかな。さっきの2000とかになっちゃうとビビっちゃうんだよね、急に。あと何しますか。まあ、釣り大会にワープしてもいいよね。ちょっと依頼見てみるか。釣り勝負はいいとして、懲らしめてやってくれ。探しています。オーク退治、ここら辺、多分ここら辺、何、懲らしめてやってくれとか、こういう系はね、なんて言うんだろう、繰り返しできる系なんだよね、確か。じゃあ一回やることやって、また次の日釣り大会に移ろうかなと思います。あ、ちょうど今アルバイトできるらしいんで、アルバイトしましょうか。はいよ。ん？どうすんの？ん？何するの？あ、終わったってこと？あ、終わったんだ。アルバイトをしますで、ただもう移動しちゃってんだ。なんか起きるわけじゃねえんだ。じゃあ一曲お願いします。いやー、ちょっと今裏で釣りの練習してたんだけど、釣りもちょっとうまくいかねえな。まあ、あんまりいい釣り竿を持ってないからってのもあると思うんだけど、なるほど。緑を押すと、緑まで行くと大成功と。釣りのスキルも少ないし、性能も今一番下のボロの釣り竿かなんかだった気がするから。じゃあ釣り大会行きますか。ちょっとお金貯めたいからな、なるべく。ところどころなんかさ、うち多分電波の環境も悪いしさ、なんだろう、元の無線も弱いんだよ多分。だからちょっとね、ラグがあると怖い。おやすみ。でも今は大丈夫だと思うんだよね。さっき YouTube 見ながらやってたからすげえ落ちたと思うんだけど。おはよう。お祭りの日です。今は多分大丈夫だね。みんな朝起きるの早い。あのさ、あつ森だとさ、そんなに経ってない、なんだろう、そんなに話、何日も話しかけてないって言われるけど、これ結構すぐ言われるんだよ、このゲーム。最近見かけなかったねって。ちょっと傷つくな。まあ話しかけてない俺が悪いんだけどさ。どこでやんの？
あ、お姉さん見っけ。木曜日と祝日にしか来ないお姉さん。ジャスリンさん、ジャスリンさんに見てもらえばいいんじゃねえかなって思ったんだけど。でもあれか、祝日には来るけど今日イベントの日だからダメか。おお、剣振ってる。ここじゃないから普通に港行けばいいんかな。ちょっと時間が早いかもしんない。あ、これ広場か。何時からだ。じゃあちょっと栽培行ってくるか。全然釣れねえな。そう、これさ、青いところで行かないといけないんだけどさ、行かないと可能性があるから。あと急激にヒュッて戻る。え、多分あれの青いところまでの行くところがおさより、釣りスキルとかだったり、釣りの性能で、釣り竿の性能とかで変わると思うんだけど。いや、多分あんまりゆっくりしてるとダメなんだろうな。オッケー、よし。大きさとかってないよな。でん、おお、もう少しあって緑だったね。さよりこれルーンポイント減るからやられる可能性あるよね。そしたらまあお風呂入るか。お、みんなここにいるぞ。釣れるかな。ザリガニがいるかな。うわ、行かなかった。全然。おお、すごい、みんなちゃんとやってんね。エビ、ワカサギ銅ってなんだ。なんだそりゃ、銅に見える色のワカサギ。へえ、そんなのあんだ。いや、もう正直ボックスというか手持ちがいっぱいで。時間的にあれかな、あんまりないかな。防御下がってね。麻痺無効、防御ダウン。あと一匹釣れるかな。よいしょ。ワカサギ、ワカサギ銅って、銅ってなんだ。金銀銅、大きさかな。これどうなっかな。あ、強制終了された。はい、今年はレベル低かった。うっせーい。入賞できるかしら、果たして。1017点の？ねえ、ここにいないってことはさ、いないよね、多分この3人があれだよね。いい国作ろう。もうネタバレなんだよな。商品の他に1年限定フィニスト釣りナンバー2の称号やろう。はい。
279点だって。嘘でしょ、全然足りんかったら。なんでそんなとこにいんだよ。唐揚げくれるって。お前、タッチしたじゃん。やっちゃったよ。ここに置いとくと忘れるから、どうすっかな。ルーンアビリティ、ちょっと今だけルーンアビリティここに装備できるよね。オッケーオッケー。唐揚げもらったよ。あ、でもいいんじゃない。400ゴールドだよ。売ることしか考えてね。じゃあ終わりますか。またいろいろと進めておきたいなと思います。まあ、魚は調理するか後で。じゃあお疲れ様です。さよなら。